満点いいもの発見隊池田アナウンサーです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。月1回青森が全国に誇る、そして青森から全国に広めたい青森のいいものをご紹介しています。はい、はい、今回はですね、シンプルなのにこの味わい、神親父のホタテオリーブオイル漬けです。こちらの商品を作っている青森市の会社取材してきました。ご覧ください。青森市油川にやってきました。ホタテオリーブオイル漬け、どんなものなんでしょうか。楽しみです。ホタテ本来の美味しさを知ってほしい。お邪魔したのは山陣。こちらではむつわんさんのホタテを使ったさまざまな製品を作っていらっしゃいますが、むつわんさんホタテの美味しさの秘密とは何なんでしょうか。はい、皆さんご存知の通り、青森県むつわんというのは、津軽半島、下北半島に囲まれておりまして、大変穏やかな海となっております。でその他ですね、八甲田山系からミネラル豊富な雪解け水が流れ込んでおります。これによって豊富なプランクトンが発生しまして、そのプランクトンを食べたホタテが甘く柔らかく育つというわけです。さあ、そんな陸奥湾のホタテを使ったいいものとは。はい、こちらのオリーブオイル漬けになります。材料なんですけれども、ホタテ、オリーブオイル、食塩、月桂樹、いわゆるローリエですね、それだけで作っています。ホタテの貝柱だけをスペイン産のフレッシュで風味豊かなたっぷりのオリーブオイルに漬け込みました。はい、どうぞ食べてみてください。はい、いただきます。うん、ホタテの旨味が口の中いっぱいに広がってきますね。でオリーブオイルの香りとほんのりとあのローリエの香りが変わってきまして、でホタテの美味しさを生かすようなこのシンプルな味付け、これ最高ですね。なぜホタテのオリーブオイル漬けを作ろうと思ったんですか。ホタテをいろんなアレンジで食べていただいて、美味しさを知ってもらうために作りました。そう、こちらはいろんな料理にも使えるんですよ。むつわんさんホタテに対する思いとはどんなものでしょうか。はい、当社の創業者はですね、40年以上のキャリアを持つ漁師だったんですけれども、築地市場で食べたむつわんさんホタテが非常に美味しくなかったと、これに愕然としまして、自らですね、1993年にホタテを加工する工場を作りました。実は池田さん、はい、社長が漁師でホタテの加工場を持っているというのは山陣が県内で初になります。そしてこれ唯一となっております。その思いはですね、現在の社長にも引き継がれておりまして、むつわんさんのホタテを水揚げしたその日のうちに加工する、一貫システムを確立しました。ちょっと伺った話によりますと、社長さんが時々お客さんを船に乗せて一緒にホタテを取りに行くそうですね。あ、はい、その通りです。まずどのようにしてホタテが取られているか、そしてですね、その後そのホタテをどのように加工するかというところを見ていただいております。なるほど、そういうことだったんですね。ホタテに対する熱い思いが生んだ神親父のホタテオリーブオイル漬けセット、贈り物にも喜ばれる一品ですよ。いやー、いろいろこだわってますね。はい、ね、オリーブオイルも ね、こだわってましたけれども、はい、さあお二人のところにもですね、はい、オリーブオイル漬け準備しておりますので、ありがとうございます。親父のね、はい、親父の親父のね、ホタテオリーブオイル漬けです。いただきます。息が良すぎてちょっと滑ります。親父、あー、うめえなこれ。うん、美味しい。うまみすごいですね。ホタテの。しかも厚みもあって。うん、いただきます。言いたくなっちゃう、親父って。うん、うん、親父。言いたくなるよね。ホタテの甘みとうまみが濃くて、うん、オリーブオイルにつけているせいかよりふっくら。そうだね。感じますね。美味しい。そうですよね。まあ、ホタテの美味しさも感じられて、オリーブオイル自体も非常に美味しいということで、うん、本当にあの鮮度を逃さないように1分1秒無駄にしないという工程を大事にしているということですからね。親父。熱い思いが詰まっています。本当に。でも何にでも合いそうな感じだね。お料理にも使える、ね、ということですもんね。そうですね。サラダにちょっと入れたりとか。はい。今日ご紹介しました神親父のホタテオリーブオイル漬け、Amazon日本ストアで購入することができます。ATV のホームページ内に満点いいもの発見隊のページがあります。そこから簡単にアクセスすることができます。またこのコーナーでは毎月5名の方に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントしています。はい、こちらも ATV のホームページからご応募できますので、
ぜひチェックしてみてください、はい、これからもいいものどんどんご紹介していきます。池田さんありがとうございました。美味しかったです。